実は全く違う成果を生み出してしまうっていうのがこのスパイラルアップの凄さであり、それをやらないことの恐ろしさ。ブレインマークスの安藤邦彦が30人以下の中小企業の社長にお届けする、社長が3ヶ月不在でも事業を拡大する方法。今回のテーマは成長する組織のスパイラルアップとはについて、安藤さんお願いいたします。はい、お願いします。先日クライアントさんから、うちの社員が全く変わろうとしないんですっていうご相談いただきました。安藤さん、これについていかがですか？そうですね、これやっぱりもうね、経営者の、みんな悩んでることよね。変化しないっていうのね、その変化を拒むっていうスタイルもあるし、なんか私変わってますけどみたいな感じもあるやんなんかそういうのもかなんなというふうに思うし、もう以前ね、うちもずっとそうで、最近はそんなことないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこの、ぜひそういうふうにご相談いただいたり、逆にこれをご覧になっている方というのは、この成長する組織っていうのはスパイラルアップっていうのが起こっているっていうことを知っていただきたくて、今日動画撮っているところがあります。で、じゃあそのスパイラルアップっていうのは基本的にはどんなものなのかということと、それをどうやって起こしていくのかっていう視点でちょっと今日はお話をしていきたいんですけども、基本的に社員が変わらない、成長しない原因っていうのは、もしかしたらですよ、もしかしたら皆さんの会社そのものにある。いや、周りがガンガン変わってるのにそいつだけ変わらんって言ったらそいつやなって感じになるけど、みんなが変わらないってなったら、もしかしたら組織、会社に問題がある可能性があります。というのが、そのもしかしたら会社に、使い古された言葉かもしれませんが、 PDCA の習慣がないということが実はすごく大きいんですね。で、その特に PDCA の習慣がなければ、継続的に変化を生み出すことはないし、社員も変わる必要性がないと思ってしまうんですね。これもあえて PDCA を説明することはしませんけれども、基本的に目標を立てました。立てたのに対して具体的に動いてみました。動いてみたらできたかできてないかのチェックをして、じゃあ具体的にこういうふうに改善してまたぐるぐる回すというスパイラルがないということになるわけなんですけど、たまに いるでしょ。いや、うちの会社ってさ、やったらやりっぱなしやからな、わははは、みたいなおるやろ。わはは言うて、それはええねんけど、おおらかな組織でね、素晴らしいなと思うんですけど、それは申し訳ないんですけども、経営者として本当にやるべきことがもしかしたらやれてないのかもしれません。というのが、例えば経営計画を作りました。経営計画を作って終わるっていうのは、もう正直それやったら作らん方がいいかなっていうふうに思うんですよね。作ったら社員と共有して、社員が1ヶ月間でやったらどこまで進んだのかってことをチェックして、改善して、じゃあできてないんやったら今月どうやってやろうかってことをぐる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 回していくことに意味があって、回していくことで、じゃあ橋本さんこれできてないやんと、で、じゃあこれ来月どうやってやっていこうかなっていうふうに問われるから、あ、いや、考えてなかったけどじゃあちょっと考えますみたいになるわけやんか、ね、で考えてきました、こうそれだったらあかんやん、橋本さんこうした方がいいんちゃうの、あ、なるほどなるほど、でこうやって1ヶ月やりました、やったやん橋本さん、できたやんって、やればできるやんみたいな、あ、そうですね、あ、じゃあ来月も頑張ってねって、これをずっと繰り返していくことが単純に言ったら PDCA なわけで、これをやるから橋本さんはその時点で考えざるを得ない環境があるわけですよね。この考えざるを得ない環境を会社が意識的に作らないとスパイラルアップって起きないんです。じゃあスパイラルアップって何かって、ここにちょっと図みたいなの出してもらいますが、すごい簡単で、螺旋状にこうぐる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 回りながら、ゆっくりゆっくりこうアップしていきますねっていうやつですね。でもほら、人の成長ってこうまっすぐ成長しないんで、基本的にはこう螺旋状にこうぐる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 ね、成長していくのと一緒で、組織も全体こう螺旋状に成長していくわけなんですけど、それを意識的に作るために PDCA の習慣、そしてその PDCA の中で、あ、橋本さんできてるじゃない、できてないじゃない中で改善するトレーニングをしていく、この習慣を社内に定着させるということが経営者にとって最も重要な仕組みなんだという理解を、
していただきたいんですね。例えばちょっと話それるかもしれませんが、 ISO とか、例えば9001の品質基準とか、そういうのを取ってらっしゃる、ね、製造業の方とか、最近だと保険代理店の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ISO の9001ってマネジメントシステムって、品質マネジメントシステム。なんで品質マネジメントシステムかというと、品質の基準を決め、その品質を守るための手順を決め、PDCA を回して内部監査してやれてるか、外部監査してやれてるかっていうことを PDCA を強制することによってマネジメントしますっていうシステムなんで、基本的にマネジメントシステムイコール PDCA の仕組みだというふうに理解していただいた方がいいと思うんですよね。で、この小さな改善を繰り返すことが結果会社が非常に強くなる。それが分かりやすい例を一つ海外の例でご紹介しますが、イギリスの自転車競技は110年間イギリス人一人も優勝してなかったんですね。それから2003年にアメリカの監督で、デイブ・ブレイクスルー・フォードさんが就任して、彼が言ったのが、とにかくイギリスの自転車競技は弱いと、いきなりなんかすごい成果を出すのは難しいから、とにかく 1% の小さな改善を徹底的にやることを戦略としていきますっていうことを戦略として、監督がやられたことっていうのは、自転車のサドルをちょっと 1% 座りやすくする、ね、タイヤにアルコール塗ってちょっと滑りにくくする、ね、サイクリングスーツの風抵抗を測定してちょっと改善する、さまざまなマッサージジェル試して、昨日よりちょっと回復しやすくなる、ね、枕とかマットを全部指定してこの人の体調がちょっと良くなるというふうに、ちょっとと延々繰り返していって、その果てしない繰り返しの先にイギリスの自転車競技は5年後2008年に北京オリンピックでトラックレース金メダル、2012年のロンドンオリンピックでは9名がオリンピックの記録、7名が世界記録、2007年から2017年の10年間でイギリスの選手が世界選手権で178個の優勝と金メダルが66個。この1% ずつ改善していくことがいかにこうスパイラルアップを生み出すかっていうことが、非常に分かりやすい例なんじゃないかなと思うんですね。で、このスパイラルアップを生み出している会社っていうのは、今年より来年、来年より再来年、その向こうというふうにどんどん会社っていうのは強くなっていくわけなんですね。小さな改善を延々繰り返していくから。なんだけども、逆言うと全然改善を繰り返さない会社っていうのは、時が流れていくわけなんで、人は年を取るんですよ。何も改善しないイコール、同じ場所にいると延々と退化していくんですよね。延々と退化していってる会社とスパイラルアップしてる会社が隣同士にあったとしたら、たとえ今同じ力だったとしても、1年2年3年という中で実は全く違う成果を生み出してしまうっていうのが、このスパイラルアップの凄さであり、それをやらないことの恐ろしさであるわけなんです。こういったその改善習慣を社内に定着させるという意識を持ってマネジメントをすれば、組織は成長するし、逆に言ったら、いや、うちはあれやな、物事長く続かへんから、ええやんけ、おおらかな組織でってやってると延々と退化していくって。ここの違いをですね、もしライバルの会社がスパイラルアップのその改善習慣の価値を理解し、この動画を見てやるぞってなったら、皆さんピンチなんで、ぜひですね、そうならない前に皆さんがそのスパイラルアップの習慣を社内に入れていくということをぜひチャレンジしてみていただきたいなというふうに思うわけなんですね。このスパイラルアップの習慣をやっていく上で、やっぱりその PDCA をやるとなると、例えば経営計画を PDCA するっていうのもそうだし、人事評価制度で PDCA していくっていうのも同じ考え方なんですね。ですけど、マネジメントシステムイコール組織マネジメントシステムが経営計画の PDCA、 人材マネジメントシステムが人事評価の PDCA ということになりますから、いつの時代もこの PDCA こそが強い組織を作るポイントだということは変わりありませんので、ぜひともこの動画を皆さんの、マネジメントに活かしていただければなというふうに思います。本日はこれで終了します。ありがとうございました。この動画が役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。